さて、この問題は、まあ、またあれやね、相変わらず全化式っていうやつやけども、今回はどのパターンになるかって言ったら、ここの an にルートがついてますよと。まあ、ルートがついてるっていうか、なんていう、累乗っていうんですか。ルートってほら、2分の1乗って言えますよね。だからこの an のなんちゃら乗っていうのがついてる場合ね、の解き方。an のなんちゃら乗みたいな、まあ、ax 乗とかにします。こんな感じでついてる場合は、両方ともね、対数、要はログを取ってあげます。ほんでもって、定がですね、この前の数字、2を使ってあげるといいよと。要はログ2のっていうね、ここの部分が3やったらログ3のっていうのを取ったいね。両方ともログ2のするで、ログ2の an プラス1な、イコール、ログ2の、2ルート an と。こうなってますよや。ちょっと待って、ログ2のやな。ログ2の2ルート an か。こうやな。で、まあ、左側はこのままでいいやんか。ログ2の an プラス1やろ。で、これさ、ログの中の掛け算。まあ、ちょっと丁寧に書いておくか。ログ2の、この中って 2× まあ、an の2分の1乗っていうふうに書けるわけよね。ログの中の掛け算っていうのはログ同士の足し算に直せるんでしたよね。覚えてます？てかやってますって話よね。ログ同士の足し算に直せるよと。ログ2の2とログ2の a の2分の an か an の2分の1乗みたいな。よいしょ。こうやってログの中の掛け算っていうのはログ同士の足し算に直すことができるんだよっていうやつね。そうするとですね、ログ2の an プラス1な。で、さっきこっち書くな。しかも、この2分の1乗ちょっと前に出していい？ね。そしたら、2分の1ログ an な。で、足す、こっち後半に書くな。ログ2の2って言ったら1ですよね。はい、こうです。さあ、そうすると、まあ、いつも通りですね。ここの形と、ここの形が一緒になってませんかと。こいつの n を n プラス1に変えたものが左側になってるでしょ。っていうことで、これでいつも通りの、特性方程式の形や、こいつを2分の1倍して1足せば次の項になるよっていうやつよ、ね。だからとりあえず一旦こいつをまとめて bn っておくで、いつも通り。この項をじゃあ bn としますよと。まあ要は、ログ、あ、ちょっと待って、ログ2を忘れてるね、これね。ちょっと待ってな。一回書き直すな。ログ2の an や。ログ2の an。足す、ログ2の2やから1ってことね。さて、ということで、改めて、よいしょ。これな。ここを bn っておくよ、というお話です。つまり、ログ2の an を bn と置きますと。と、置くってしとこうか。さあ、そうすると、ここを bn っておけば、こいつは bn プラス1っていうふうに置けるわけよね。n が n プラス1に変わっただけやでってことやから。前には2分の1が掛け算されとって、後ろにプラス1されてますと。あとはもう特性方程式でね、アルファっておきましょう。2分の1アルファプラス1。そうすると、これこっち持ってってあげたら、2分の1アルファイコール1やから、結局アルファは2やでということやね。なら、bn プラス1引く2イコール2分の1倍の bn 引く2と、こうなりますよ。あとは、まあ、いつも通りです。ここの部分を今度は、cn と置くんですよね。そうすると、この n を n プラス1に変えたのがこっち側の式やから、こっち側の式が今度 cn プラス1っていうふうに置けますよと。前に2分の1が掛け算されてますと。ということは、これは初項が c1。初項 C1 の項比が2分の1の等比数列だと。っていうことよね。CN に2分の1かけたら次の項になるよってことやもん。はい。ちなみにここ、BN-2 を、BN-2 を CN っていうふうに置いてるで。と置くって書いておくか。と置く。はい。さて、じゃあ C1 出しましょうか。C1 っていうのは何ぼやねんって言うと、C1 は、まあ、ここから考えると B1-2 ってことよね。じゃあ B1 ってなんぼやねんっていうと、ここから出しましょう。B1 っていうのは、
ログ2の H や。つまり、ログ2の H なんぼでした ?1 ですね。ログ2の1ってことは、ログで中がこう1になってるってことは、これなんぼやねんって言いますと、0でしたっけ?いやね。中って真数ですか?ここの部分が1になった場合は、値0になりますよということです。ということは、これ C1 は0-2で、マイナス2ですか?ってなりますよというお話やね。ということなんで、初項がマイナス2。で、公比が2分の1の等比数列だよということなんで、CN は、初項かける公比の n-1 乗ということですね。公比の n-1 乗、等比数列な。はい。じゃあ、CN が分かったんやから、これを使いましょうってことやな。これ使ってあげると BN が出るよと。BN っていうのは、ちょっと待ってな。赤にしていいですか?よいしょ。BN っていうのは、この式から考えてあげるよ。BN は CN たす2ってなるわけよ。ということは、CN がマイナス2の2分の1の N-1 乗でたす2ってことよね。これが BN だよということです。じゃあ最後、AN がわかりますよと。それを使って、ここやんな。ここに代入しますよってことや。ログ2の AN イコール BN。ログ2の AN イコール BN。ってことは、つまり、ログ2の AN っていうのは、マイナス2の2分の1の N-1 乗プラス2ってなってるわけです。よろしいですか?ちょっと待ってな。なんか整理できますかこれ。ちょっとめんどくさい。まあまあ、ええわ。AN イコールにするか。いや、ちょっと大変よね。ここなんか綺麗にできひんかなってなるよね。2分の1の N-1 乗。やから、2のなんちゃら乗に変えるか。ちょっと待ってな。先にじゃあ一回これを、なみなみってしたけど、ちょっと待ってよ。これ一回直しますか。マイナス2かける、これって2分の1って2のマイナス1乗なのよね。だから、2のマイナス n プラス1乗ってなるの分かる?分かります?これ、ここの部分だけ言うたら2のマイナス1乗の n-1 乗やから、これでマイナス n やろ。でこっち側でプラス1やんなってなったよってことだ。こんな感じ。足す2や。そうするとここの部分 2×2 ってなっとうから、まあやるんだったとしたら2のマイナス n プラス2乗ですか。だから逆に 2-n ってした方がいいんかな?これな。2-n ってしとくか。こうかな。まあ、こんな感じ。足す2。ここまで割ったら綺麗にできるんじゃないですか?で、これで直してあげるか。だから bn の場所を、今のマイナス2の 2-n 乗足す2。こう変えておこうかな。俺の方が多分綺麗になるね。じゃあ最後、an イコール出しましょう。ログ2の AN イコールこれってなってるときに AN イコールにするとどうなるかって言ったら、2のマイナス2の 2-N 乗足す2乗ってことね。ややこしいですけど、わかります？ログ2の、8が3って言ったときに、8っていうのは2の3乗だよみたいな、ここの数字っていうのはこいつの3乗だよみたいな使い方をするわけよね。それと同じ感じで、ここの数字っていうのは2のこんだけ乗だよっていう風な形で表せばいいわけやから、こんな形になりますよと。ちょっとややこしいですけど、こんな形が答えですかね。はい、ということでございました。まあだから出だしのね、パターンだけ覚えてくださいねいう話な。AN の累乗ですか。これ別に2分の1乗やだけども以外の3乗とかさ、マイナス1乗とか、でもまあそれが使えますよということですね。はい、ということで、以上です。